にちは。本日は講演の時間です、先々週から視聴者さんのリクエストによりまして、夢の叶え方、勉強や練習を成功させる方法ということでお話をさせていただいておりますが、今回はその3回目になりますね。今日はちょっと変わったタイトルです。相変わらず、ここ線が入ったのかなちょっとすみません、字の間違いがいっぱいあると思います。ちょっとこの辺も自信がないのですが、早下に行きますね。間違いがいっぱいあると思いますが、自分の声で耳から記憶と、書いたつもりなんですけれどもね、どういうことかと言いますと、私の場合練習ですよね。バイオリンの練習が、いろいろとこうスケジュール的に立て込んで、なかなかできない時とか、どうするかっていうと移動中を活用するわけですよ。でも電車の中とか当然バイオリン弾けないんですよね。どうするかっていうと、自分で弾いたものを録音しておいてそれを聞くんです、ね。もちろんそのリハーサルなんかを録音、リハーサルなんかは当然録音してそうやって移動中に聞いたりしますけれども、それリハーサルとかしてない時でもね、例えば、来週までにこの曲をアンプしなければならない、覚えなければいけないといったときに、たどたどしくてもいいから自分で例えば4小節ずつとかバイオリンを弾いてそれを録音しておいて、でそれをこう聞くんです、移動中とか。そうするとね、ものすごく、覚えるときに、覚えのその記憶の助けになります。だから、私の場合は楽譜を覚える、そのアンプの作業にその録音というのを使うわけですけれども、お勉強でたらその記憶もの そのテキストとか、例えば英単語とかね、そういうの、例えば単語帳とかを使うっていうのもいいかもしれませんけれども、録音しといて聞くっていうのはね、非常におすすめです。それは私がこう視覚に障害があるからかもしれないんですけれども、きっとね、皆さんもね、耳からの記憶ってね、かなり効果的だと思うんですよ。どこぞやの英会話教材でね、聞き流す英会話教材とかってあるじゃないですか、ね。でもそうだから、あれまさにそうなんですけど、でもあれは、他人が読んだものですよね。で自分の声で読むと、その自分の声で読んだことによっても記憶されるわけです。私の場合は自分で弾いたことによって、それも記憶されるし、それを聞き返すと自分が弾いていたり自分が読んでいた記憶が呼び戻されるので、すごくね、効率的にものが覚えられるんですよ。私はお勉強にこれを使ったことはほとんどないですが、でも学生の頃ですね、やっぱり少しだけ自分で、テキストを読んどいてそれをこう聞いたりしたことがあります。やっぱり自分の声聞くのとかね、ちょっと慣れないと恥ずかしいんですけれども、でも誰に聞かせるものでもないから、別にいいじゃないですか。で今本当性能のいい録音機械、録音再生機械とかもすごく安くコンパクトなものを売ってるし、スマートフォンでもね、録音機能あるから本当手軽にできると思うんですね。この自分で読んだり弾いたりしたものを耳で聞いて覚えるという、この記憶の補助法というのかな、これ一つですね、取り入れていただけるとすごく役に立つのではないかなと思います。ということで、本日のお話いかがでございましたでしょうか。アナザーエージェンでした。